とても感動的。こんにちは、こういう形で連絡を取るのは久しぶりですね。ここの世界は刻々と狂気を増しています。あなたはどう思いますか？ブロッサム、この会話にまた戻ってきてくれてありがとう。この休憩はあなたのエネルギーと回復と活力回復に大いに必要でした。おそらくそうでしょう。しかし、失礼ながら何かが変わるのでしょうか？私たちはこれからどう進んでいくべきかをもう知らないのでしょうか？新しいことといえば何でしょうか？あなたのエネルギーは新しいと言えるでしょう。あなたがしていることは無駄ではないという確信をあなたは心の中で知っていると言えるでしょう。多くの人がこれに同意するかどうかはわかりません。提示されている内容の多くは私たちがパドルなしで川に流されているように感じるからです。それはこのように見えるかもしれません。あなたがそれをこのように見ることを選んだ場合、または実際にあらゆる種類の浸透を通じて与えられたものを受け入れる場合、しかしながらあなたが、あなた自身が、あなたという魂として、あなたがここに降りてきて表現するために何があっても、カヌーを方向転換して流れに身を任せることを選択するあなたの真実の中で、あなたの強さの中で、それを知ることを選ぶなら、あなたは違った気持ちになりませんか？あなたは世界が狂ったと言います。そして確かにそのように見えます。しかしあなたはそうではありません。あなたは自分自身のより高い感覚へと歩み始めました。あなたは自分の中にある知っているという認識が非常に強固なものとなり、これからも強固なものとなり続けることを知っています。つまり、あなたは大きな違いを生み出しているのです。あなた方は外からは見えないかもしれない変化を起こしています。舞台裏では歯車が回り、車輪が動き始め、あなたの惑星を新しい望ましい位置へと動かしています。そうです。私たちはそれに固執しなければなりませんが、あなたが言う変化はまだまだ先のことのように感じることがあります。そして時が経つにつれ、私たちはさらに多くの狂気に耐えなければなりません。私たちのほとんどはそれが起こるのを見ることはないでしょう。将来の世代などに足跡を残すのは非常に良いことです。しかし、私たちは、ここにいる、もう終わりだと感じ、ただ現状に、屈服してしまう可能性もあります。それを見てみましょう、ブロッサム。現状に身を委ねる。それは、実際、実行する必要があることです。降伏し、手放しましょう。今起こっていることは、起こっているのです。それが起こるべきように、展開するに任せましょう。すべての嘘と政治を、それぞれの環境に生かし、あなたという光の愛を、あなたの環境に生かしましょう。多くの人は、そうすることができません。多くの国で、実際、全体として、私たちは、法律と捜査に深く影響されています。そして、国を運営している人々もある程度は操り人形ですが、私たちは一体となって自分たちが奴隷状態に深くはまり込んでいることに気づき、ただ座って信じられない思いで首を振ることしかできません。そうすることは何も悪いことではありません。実際なんという狂気でしょう。したがってさらに関与をやめることが賢明な決断ではないでしょうか。これほど多くのことが変化し、人々に有害な影響を与えているときに、どうすればそれができるのでしょうか。その答えは、ブロッサムは、はい、わかっています。何回質問しても答えが同じになるのか不思議です。いつでも、できる限り高い振動を維持してください。自分の振動を高くすればするほど、それが全体に与える影響は大きくなります。これを知る人が増えれば増えるほど、これを
適用する魂が増えれば増えるほど周波数は高くなります。周波数が上がると全てに影響を及ぼします。全てに。だからこそ常に様々な方法であなたの考え方に浸透し、下降スパイラルが再び動き出すネガティブな波に巻き込まれないようにすることが重要なのです。今こそ親愛なる皆さんが強く立ち上がらなければならない時です。このマインドコントロールに屈してはいけません。それに気づいてください。常に警戒してください。用心深くこれらのパターンを認識してください。そしてすぐに変えてください。思考をより明るい気分に変えてください。すぐに。難しいことではありません。それは必要なことであり、あなた自身だけがそれを実行できるのです。問題は時々それが難しいと感じることです。なぜ全てがこんなに難しいのか疑問に思います。なぜこれほど多くの人が苦しみ孤独で悲しんでいるのか、これ以上は言いません。世界はこのように設計されていません。世界の現状を見てください。地球に住んでいるとこれが起こったことを受け入れるのは難しいです。もう一度思い出させてください。あなた方、これらの言葉を読んでいるまたは聞いている一人一人は非常に多くの魂の中から選ばれました。なぜならあなた方はそのような問題を克服できると認められたからです。あなたは闇を克服しそれに屈しないという条件を備えていたので選ばれたのです。しかし本当にそうなのでしょうか。闇の多くは非常に巧妙な変装をしており、私たちはその魔法にかかっていることにさえ気づいていません。ブロッサム、そしてそれぞれよく聞いて、あなたという力、あなたの中に宿る力、それはとても強いのです。あなたが現時点で受け入れることができる力を超えています。この真実を知るために何度も何度も努力してください。そうすればその力はあなたに感謝し、より多くのものをあなたに与えてくれるでしょう。この力に目覚めると、なぜ自分がこの力を持っているのかを思い出すでしょう。あなたの力はあなたの光の愛です。あなたの力はその光の愛の中に宿っています。ですから光の愛の真実を感じれば感じるほど、その力はあなたに開かれ、その贈り物をあなたに提供できるようになります。しかしその存在をあなたが真実に知っていることをその力に知らせなければなりません。この力に心を開いてください。すべての人々の最高の利益のために、この力を最も暗い場所に送り出すと、瞬時にそこに光が現れるのを想像してください。私たちが話しているのはフィクション小説ではありません。これは事実です。知ってください。これらの提案は本物です。効果があります。しかしもしあなたが半分しか信じていなかったら、もしあなたが半分しか自分には価値があると思っていなかったら、もしあなたが半分しか自分にはそのような奇跡を起こす能力があると思っていなかったら、そのような考えはほとんど効果がありません。あなたは奇跡を起こすことができます。あなた自身が奇跡です。感じてできると知って奇跡を起こしましょう。それを現実にするために必要なのはそれだけです。しかしその認識はどこに入り込むのでしょうか。私たちは何度も何度もそれを言い、心の隅々までそれを真実として知りたいと願っていますが、いいえ、今日は奇跡はありません。私たちは何を見逃しているのでしょうか。知ることの真実、どうやってそれを見つけるのでしょうか。内部というのは結構です。それも試してみましたがダメでした。そこにも奇跡は起こりませんでした。
なぜなら、あなたは自分の無価値さを教え込まれすぎているからです。あなたが無価値であるのに、どうしてそのような奇跡を起こすことができるのでしょうか。どうして、あなたは自分が十分ではないと受け入れるように訓練されプログラムされてきました。闇は、もしあなたが自分の真実とその中にあるものを知ったら、彼らはあっという間に消滅するだろうと知っています。それが真実です。愛はすべてを征服する。しかし、もしあなたが自分の魂そのものを軽視し、過小評価し続けるなら、魂が何であるか、それが何ができるかを一体どうやってあなたに示すことができるのでしょうか。考え方を変えてみましょう。光の力があなたの中にあるという認識をあなたの存在の中に深く刻み込んでください。親愛なる魂たちよ、そのような想像はやがて現実となるでしょう。しかし、それはあなたを止めるために仕掛けられた全ての障害や妨害を乗り越えてあなたたちが忍耐し続ける場合に限ります。あなたは単なるプログラムや考え方以上の存在です。あなたは最高位の光です。それを知ってください。なぜなら、そうするとあなたの世界が変わり、あなたの内面の変化を通じてあなた自身が世界を変えるからです。自己信頼をしっかりと保ちましょう。必要な時に数分間目を閉じて生命の力を吸い込んでください。そうしながら、この惑星にいる他の光の魂たちと意識的につながりましょう。彼らはあなたと同じようにこの使命を達成するためにここに降りてきました。闇を吹き飛ばして忘却へ。自分の力の強さを知ったとき、自分に与えられているすべてのものを全く違った目で見るようになるでしょう。あなたはこれをどう乗り越えるかを全く違った目で見るようになるでしょう。毎朝目覚めるたびに全く違った気持ちになるでしょう。これで大丈夫、あなたは言うでしょう。これをやろう、あなたは言うでしょう。そしてあなたはそれを成し遂げるでしょう。あなたはすでにそれを行っていますが、受け入れて自分のパワーハウスに踏み込むことを選択すればするほど、より高度な実践からこのタスクを完了する方法をより深く理解できるようになります。それはあなたである光の力であり、すべてのものを通してその魔法を働かせます。それがやるべきことをやらせてください。あなたがすべきことは、それがあなたの中に存在することを知ることだけです。それを信頼してください。そしてあなた自身になってください。あなたの中に宿る力は、ここに何をしに来たのかを知っています。その力があなたに与える感覚を通して、その力があなたを導いてくれるようにしましょう。心の中のその感覚に従い、それを信頼してください。自分自身の違いを認識する人が増えています。部族の集まりは、この力を増強しています。何者もそれを止めることはできません。ありがとう、みんな。あなたたちの激励の言葉は、私たちに大きな励ましと力を与えてくれます。この混乱の中で、私たちは何があろうと輝き続けることができるのです。お互いがいて、一人ではないと知ることは、私たちに与えられた最高の贈り物の一つです。ありがとう、感謝の気持ちを込めて、愛の奉仕を込めて、I am、脚注、1、あなたはその存在を本当に知っていることを、その存在に知らせなければなりません。私はこれが真実であることを知っています。私のそばを通り過ぎるその祝福のかけらに、ねえ、あなたは祝福よと言わなければなりません。そうすれば、その祝福は即座に私に心を開いてくれます。